FM 技能ワン防災防犯番組ライフサポートラジオ。時刻は10時を回りました。この時間は FM 技能ワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM 技能ワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、 いざという時において、冷静、的確に行動ができるよう、情報を発信することが目的です。できる限り、地域に根ざした様々な情報をお伝えします。この番組では、ご意見、ご感想を受け付けております。防災、防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは、797-at-mark f m g i n o 1 c o m 数字の797アットマーク fmginowan.com f m g i n o 1ではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。f m g i n o 1のホームページから見ることができます。また、サイマル放送、リッスンラジオもスタートしています。 パソコンでお聞きの方は FM 祈野湾のホームページに再生ボタンがあります。そちらからお聞きください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM 祈野湾を選曲しお聞きください。完全に同じものをお楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。この後はお知らせや新聞記事から防災・防犯情報をお伝えします。 まずは今日は8月30日ですが毎年9月1日が防災の日となっております今年2018年の防災週間は8月30日今日から9月5日水曜日となっておりますこの1週間防災週間となっておりますまた毎年1月17日は防災とボランティアの日 そして1月15日から1月21日までは防災とボランティア週間となっております今週は防災週間ということですのでこの機会に防災グッズの準備や点検を行ってみてはいかがでしょうまた家族で防災や防災グッズについて話し合いをするなど災害についての認識を高めるといいでしょう また年に4回は防災用品点検の日というのもあります3月1日6月1日9月1日12月1日が防災用品点検の日その日には非常持ち出し品類など古くなっていないかを確認しましょうまあ このね一度準備して大丈夫です万端ですという方もねいらっしゃると多いと思いますが点検もね必要ですよね。やっぱり古くなりますのではいこうやって火が決められていますのでねまああの特に1日ということでねわ覚え忘れにくいということだと思います。はいということで、えー、と今日はこの。 非常持ち出し品など、まだ準備していない方、そして準備している方もチェックしていただきたいということで、えー、防災対策お話ししていきたいと思います。非常持ち出し品、改めて何があるでしょうか。自分のね準備しているリュックとか、想像される方もいらっしゃいますかね。 まずは常に持ち歩く常備持ち出し品というものがあります。まあ、家にいるときに災害に遭うとは限りませんのでね、出勤するとき、通学のときなどもカバンに入れておくと安心というものですね。こちらはどういうものがあるでしょうか。えー、例えば携帯ラジオ。持ち運びに便利な携帯ラジオというものがあります。 これをカバンに入れておくと外出先で被災した時にも役立ちますそして皆さんスマホとか携帯お持ちだと思いますがこちらはもうね充電がなければ使い物になりませんのでそれ用のモバイルバッテリー手回し充電器というものがあります電池切れの心配もなくなります そして懐中電灯、持ち運び用の、ね、小さいペンライトとかネックライトもありますあの大きいのは、ね、ちょっと持ち歩くのは大変ですので常にカバンに入れておくもの小さいものがありますので手軽に使える小型タイプがおすすめですそしてブザーもし動けなくなった場合に救援を呼ぶ際に役立ちますカバンにぶら下げておくだけでも安心です あのカバンにぶら,ぶら下げる用の,あの小さいキーホルダーサイズの、ね、小さいものですね引っ張るとブザーが鳴るタイプのものがあります、まあ普段からの,、ね、防,あの防犯にも役立ちますよね防犯ブザーというのがありますあとは水とか ちょっと雨とかチョコレートとかね、まあ、夏チョコレートなかなか持ち歩かないですかね、まあ、時期によりますけれども少しは腹の足しになるねものがあると安心かなと思います皆さんは常にカバンに何か入れて安心のために入れてるものありますかねちょっとカバンのチェックもお願いしますそして、えー、災害時にさっと持ち出せる 家から持ち出せる一時持ち出し品というものを用意しておくといいです。こちらは災害時にさっと持ち出して避難することができるように準備しておくリュックなどに入れて家に置いておくといいものです。あこうなんかね例えば地震が来たってなってからえっとあれとこれとって集めてると、まあ、パニックになりそうですのでこれが これだけ揃ってると安心ですっていうものがコンパクトにリュックなんかにまとまっているといいですよねまた置き場の確認もねまたしておいてくださいね本当に必要最低限の備えで避難してあのパッとすを持って避難して1日目をしのぐための防災グッズこちらが一時持ち出し品と言われていますこちらはどういうものがあるでしょう まずね、リュックに入れるのがいいです。そして、こちらもや,やはりラジオ入れておくといいでしょう。まあ、あの、先ほどの携帯ラジオでもいいですし、ちょっと大きくなってもね、いいかなと。さっきのかカバンに入れておくよう、常に持ち歩くよりはちょっと大きくなって、普通のタイプのラジオでもいいかなと思います。そして、懐中電灯。 そして救急用品。もし怪我をしてしまったときに、バンドエイドとかガーゼとかですね。そして乾電池。このラジオの用のものを、そして懐中電灯用のもの、サイズ確かめて入れておきましょう。あとは、 あとは一日過ごせる非常食ですね。非常食。古くなってませんでしょうかね。うち古くなってます、そういえば。はい。これはちょっと食べてまたね、回転させないといけないですね。えーまあ、水、飲料水も必要ですね。500ミリリットルのペットボトル、家族の各1本ずつ。 の本数あとは、えー、あとはトイレットペーパー軍手そしてまあ赤ちゃんなどのおむつ離乳食あとはビニール袋もポリ袋も役立ちますねあとはえっ、ー、とタオル 下着、靴下で、蛍光色ですね、ビスケットとかチョコレート、カロリーメイトなど、でそれ以外はあの個人個人でね、必ず服用している薬ですとか、あとは入れ歯とかコンタクトレンズ、眼鏡など、そして現金ですね。はい リュックの中に揃っていますでしょうか、はい、そしてね、この一次持ち出し品よりもっと長くなる場合、避難所に持ち込まないといけない状態になりましたら、二次持ち出し品ということでもう少しいろんなものが必要になってきます。 一旦 CM を挟みましてご紹介します。 あツイキャスありがとうございます。今から読みます。ライフサポートラジオをお送りしております。ツイキャスありがとうございます。大塚健次さんからです。こんにちは埼玉からツイキャスで見ています。ありがとうございます。笛もいいかと思います。電池切れに。 ななららいいからっていうことでね先ほど防犯ブザーを紹介しましたが防犯ブザーもねいりますから、ね、電気使わないものがいざという時にはね頼りになりますからね笛も本当にあるといいと思います、はい、ありがとうございます7年前の震災災から防災袋は玄関にに下げるようにしていますあそうなんですね埼玉も結構 強かかったんですか、ね、自信ですすねねよ私の友達の,あの実家もあってその時一緒にいたのですごい電話してました、はあ、なかなか最初つながらなくてねやきもきしてたのちょうどその場に居合わせました一生使わないのがいいなそうですよね一生使わないだろうけど <laughs>、ね、一応安心のために。 はいはい、そういうもんですよね、はいはいえー、すごい、でもあのいざという時に取り出しにくいところにあってもああ、ここにあるんだけどみたいなね、行けない状況っていうのも考えられますので家の中でも本当にすぐ飛び出せ、持ってパッと出られる場所にね、下げておくっていうのはすごい心がけ、いいと思います。 あと、部屋にスニーカーを置いておくのもいいかもです。ああ、なるほど。なかなか部屋にスニーカーは、まあ、玄関にしか置かないですけれども、玄関に行くまでに何かガラスが散乱していたりね、地震でどうなるかわからない。部屋の中を歩くのも危険っていう場合もありますのでね、スニーカーあったら、寝てるそばとかにあると一番安心ですよね。 まあよくス,あのスリッパは置いときましょうとかねありますけどね、日本人はあんまりそういうね習慣、本当に靴、そばに家の中ってないんですけれども、まあそういう非常時のためにですね、はい、大塚健二さんは置いてるんですかね、はい、安心ですよね、はい、ありがとうございます。まあ、その そういうふうにならないためにあの家具を固定したりとかですねそういうのもやりつつ、まあ、でもそれでも防げない場合もあるかと思いますので靴、スリッパなどもね塀の中に置いておくといいですよね。はい、では続いてね避難所などに持っていく時に必要になる持ち出し袋ですね、中身スプーン、箸、ライター類缶切り、線抜き、ナイフ。 非常食として缶詰など筆記具、メモ帳着替え大型タオルスリッパ毛布、寝袋座布団洗面用品、応急医薬品ガムテープ簡易食器紙皿紙コップなどで空の段ボール箱予備の乾電池携帯電話の充電器電池使用ランタン ラップ、アルミホイルアイマスク耳栓補聴器入れ歯用洗浄剤ハンディーろ過器こちらは水の清浄のためにですねはいさあ抜けてるものはなかったですかねこういったものも常備しておくと安心です、えー、ちょっと体験談をご紹介しましょうね えー、東日本大震災の時の体験談で女性の被災者から聞いたあってよかったものということで女性はウェットティッシュや赤ちゃん用お尻拭きが重宝したということですなぜかというとお風呂に入れなかったりで口もゆすげなかったり、まあまあ、お風呂入れないってことですね手も洗えない。はい ということで濡れたウェットティッシュとかお尻拭きが本当に重宝したということです確かに断水していたりとかしてあの、えー、苦労しないと水のね水が手に入らないという状況になった場合確かに重宝しそうですね、えー、あとねラップとかアルミホイル先ほども持ち出し品のところで言いましたけれども お皿にラップとかを引いてから食料を盛りつけると洗わなくていいということでねはい重宝しますということでしたはいえっ、ー、とあ大塚健二さん家族それぞれスニーカーを置いていますあすごーいあですよねそっか自分だけあってもね誰かないってなったらね逃げるときじゃあどうするってなりますもんねあすごいやっぱりね ちょっと一度、本当に大きな地震に遭われてるだけあってね備え、はい、がすごいですね、はい、素晴らしいと思います。では、ちょっとここで1つ、えーとね、7月にありました西日本中心とした大規模豪雨災害がありましたけれども、ね、今もあのボランティアの方とか地元の方とかも、ね、大変頑張っておられると思います。 で甚大な被害が発生しましまたでそこで FM 宜野湾では被災された方々を支援するために宜野湾市民の方々またその方々にと,もとどまらず多くの方に広く呼びかけて義援金を受け付けております皆様から、えー、と受け付けてお預かりしました義援金は宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらうという予定となっております。 ということで、あの募金箱を局に設置しております。そして局までちょっと来られないという方は、えー、と振り込みも受け付けております。では、振り込みの口座番号です。口座番号は1855259。すみません、先に銀行を言った方がいいですね。沖縄銀行普天間支店ですね。番号が1855259。 口座名義は株式会社 FM ギノワンです。こちらの義援金は受付が9月15日までとなっております。皆様のご協力よろしくお願いいたします。さてさて、今日はね、あの防災週間が今日から始まっておりますので、この機会に非常持ち出し袋 ぜひチェックしたり、えっと家族で非常時にどういう行動をするかっていう。あの安全対策を、えー、っと避難、まあ避難経路とかね。確認したり、あとそれまで普段にはこの家の中で危ないところがないか。チェックしたり、いろいろ話し合うというのもいいですよね。家の中の安全対策はね、あの背の高い家具。 はちゃんと固定するとかあとはあの子供の子供とか高齢者がいる部屋に倒れそうな家具を置かないとかあの L 字でね家具の点灯しないようにこの壁とひっつけるのとかすごい簡単にできますのでね対策をお願いしますねあとは出入り口や通路に物を置かない、はい、でテレビやガラス類を高いところに置かないあー 昨日あるところで見たな、<laughs> ありますよね、ちょっとぐらぐら大丈夫かなっていうのは、ちょっと配置考え直してみてくださいね。あと、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼り付けるとか、はい、いろいろできますので、普段からやっておきましょう。では、ここで新聞記事をご紹介します。琉球新報、今日の市町村面からです。 楽しんで防災学ぶ宜野湾大蛇な団地自治会宜野湾市の大蛇な団地自治会が住民の防災に対する関心を維持しようと各行事で防災につながる取り組みをするなど工夫を凝らしているということですお泊まり会をやって子どもたちが段ボールの寝床を作ったり区民のスポーツ大会に消化競争を取り入れたり内容は多彩です 大城子自治会長は楽しみながらやって関心を保ちたいと意欲を語っているそうです、はい、早い段階からね自主防災組織を立ち上げておられましてねであの独自に訓練をされておりますえー、っとですねほ本当に子どもたちそうですね段ボールでお泊まり会をしたそうですけれども 本当に楽しかったでしょうねでその段ボールでお泊り会をやるということを、えー、っと避難所あどこだったかな避難所生活みたいなタイトルにして防災に対する意識を向けるということで、ね、工夫されています。えー、防災委員会の米森 委員長は楽しみながら、身の守り方を学んでほしいと狙いを語っています。大城会長も継続して訓練しないと、住民は助からない。住民を訓練に引き込みたいという意気込みを話したそうです。はい、えっ、ー、とね、あの、その他にも、あの、実際に歩いて避難。 してみたり災害時に持ち運びできる避難グッズを検証してみたりと住民を巻き込んでね訓練あのいつもされてるんですけど飽きが来ないように訓練も工夫されてるということです。琉球新報の市町村面からお伝えしましまた すとですね沖縄タイムスからも紹介しましょう社会面ですが学校ブロック塀撤去すべての公立学校那覇市で9月議会提案へ大阪府北部地震で小学校のブロック塀が倒壊し女子 女児が犠牲になったことを受け、那覇市は市内の公立小中学校、公立幼稚園、認定こども園にあるブロック塀をすべて撤去する方針を固めたということです。はい、すべて撤去なんですね。あのギノ湾の広報の方にはね、あの危険なものを平がないかチェックをしましょうということが呼びかけがありましたけれどもね、那覇の方は。 もすべて撤去する方針を固めたということですね市議会9月定例会で撤去費用約5700万円を計上した補正予算案を提案し倒壊の危険性や被害が出る可能性が大きいブロック塀から撤去を始めるということですはい本当にねこの教訓を生かしていかないといけないですよねはい沖縄タイムスから お伝えしましたライフサポートラジオ安心・安全な生活を送るために FM 技能ワンよりお送りしました今週、今日からは防災週間ということです防災についてねそれぞれぜひ考えていただければと思いますそれではいざという時に行動できるように備えましょう また来週この時間にお会いしましょう。